お先です。いやだから突然出そうとしても無理なんで。お次です。妖怪盗賊124話、すごい全米が泣いた朝一おスイッチからの全回転、全回転からの一芸連からの改めまして、妖怪盗賊124話ですね。今こう一番結成363で少ないんだけど、思ったのよ今。いや何の告知もしないじゃん。てかさ、何の告知もしないっていうことさ、誰も知らないじゃん。誰も知らなくてさ、毎日土平日にこれがいるってやばくない？まあでも実は今日は番号は関係ないんですけどもね。そんなことよりもほら聞いて、あの俺ほら今日いつもと着てるものが違うの。あのこの間あのブラマヨの吉田さんの崖っぱち出てきまして、そう特に放送されてる。でなんかあの頑張ったの。何を頑張ったか、ずっと吉田さんって横だったのよ、隣だったからずっと応援した。あたせあたせあたせ、いけ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 ってずっとやってた。やってで、あの T シャツもらったんだから、来てこよ、あのほら次回の収録の時ちゃんと来ますんでって言って、ありがとうって言われたから来ましたよ。吉田さんありがとうございました。本当にだって1ヶ月待ったからね、俺前回の収録から待ちました。その間に散々落ちましたよ。で、見たこともないものも散々見ましたよ。もうだからもうあらゆるそれの話になると、マウントとトリックもあれ見たことあるつってあれ打ち込み足りないんじゃないつってちゃんと確率覚えたから打ってくださいみたいな、もうちょっと北斗無双を勉強してから打ってくださいって言って、優雅やつに関しては優雅優雅珍しい、打ち込み足りないよ。こういう時に引きの無駄遣いをしたいまでって言うと早俺わかんない、嫌な予感してる。 この番組史上一番早番引く気がしてるの。あ、すいません、よろしくお願いします。おはようございます。はい、おはようございます。はい、ほらおすごくね、多分本当だぜ。いや一桁ないよ、多分66より早い番号ないんじゃない俺。ちょっとでももう初始感ってやつ、うん、ちょっと揺らいでる。ちょっと作戦会議しよう。あ、おはようございます。シュワルツネーガー福井の生まれ、ララ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 ラ人いない、ハーデスあるね。いやでもやめだめだ、ハーデスに心奪われるね。私は T2 と決めていた。待って待って、まず私は重力場を感じます。あーこれだな、来てます来てます。カメラを切って解説しようか。お好きです。もう一回やり直し。お好きです。今全米注目ナンバーワン機種ターミネーター2に来たわよ。ちょっとゲーム性の解説をしていいかしら。僕超簡単超簡単、319をデデンデンデデンします。デデンデンデデンして100回転中以内にデデンデンデデンするとデデンデンデデン以上。そんなあれで妖怪盗賊124話ですね。もうテンションがやたら高い。もうね今この子しか頭にない。しかもこの1ヶ月ちょっとの間に、ワンゲーム編集部内でも若干みんな打ち始めてきたね。ちょっとでかいかな、かけよう、うん、で、わりかし凛之助も今脳みそでねん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 のね、うん、あれ ?1 回転目当たってるんじゃないですか俺。朝一そう、まあ、これ発展するよね、手振りさん。いやいや、ポロイチあたりはないよ。怖いよ、怖いよ、ポロイチあたりあるよ。しかも赤あらか結構熱いからね。待って、俺朝適当に言ったこと現実になるんだよこれ。いやいやいや
いや、これ結構ありえるぞ。まあ、緑でも全然当たるよ。転送しちゃいそう。おお、転送した。まあまあ、でも補ゼロですから言うても。でもこいつ単品でも 60% 持ってて、ね、倒せベイビー朝一1回転。あ、でもまあ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 弱い方だね。うん、そう、まあ、説明する時間も全くなかったけど、これクライマックスバトル、まあ、赤だね。チャンスアップがめちゃくちゃ大事。まず赤フラッシュすごい大事でしょ。で、まあ、やっぱセリフだね。カットインセリフ超大事。このまま何もなしで言っちゃうとかなり危ない。そうだね、ドコーンと落ちて2人になってくれればいいけど。あー、ちょっとこれやばいね。で、ジャッジはフェイトの、フェイトが赤文字、フェイト赤ない。頼む。そんな甘くはねえか。びっくりしたけどね。あー、焦ったよ。まあ、でもなんか流れが来てる感はあるね。あと俺最近だってカメラのないお仕事とかで行くときにもターミネーターに座る口実をずっと探してるからね。カメラないとき朝からね、スロキャラなのにさ、来といてターミネーター2直行したらちょっとなんかどうなんだろうみたいなさ、なんかざわつくじゃん。特にほら俺が今 T2 ハマってるって知らない人、だからちょっと、うん、なんかちょっとスロットがダメで T2 にみたいなさ、口実が欲しい、口実が欲しいみたいな。そう、通常時はどっからでも当たる。さっきのやつも別にチャンスアップなくても当たるんだけど、だから T2 のなんだろう、演出の設計のコンセプトって多分当たりがまんべんないんだよ。要は熱い演出をちゃんと熱くしてるせいで、何がこういう設計にすると何が起きるかっていうと、あれなんだよ、その本当の鬼圧が出ないんだよ。ストーリー演出とか出ない、もう2が超あっさりする。俺はその方が好きだけどね。で、前回の T2 はちょっとね、当たり方が極端だったんだよ。そのめちゃくちゃな当たり方してたから、もうちょっと今日はね、ちゃんと見せたい。あと全回転を見せたいな。あの、前回全回転したといえばした。あれちょっと特殊な全回転だから、うん、そう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 、かける4のやつを見せたいね。結構出るから、テンポあるからね。おっと、あれこれね、展開が早いやつ結構熱いんだよ。そう、2回目大事、2回目大事。あー、でも赤じゃないんだ。赤押しがね、結構強いんだよ。あ、いや、これ意外とね、いくぞ。あ、3点、あ、違う、3点した。やべ、これは当たる。ね、当たります。ゲロは熱いです。3は熱い。ドーン、もう7点いっちゃえ。ドーン、緑か。いや、3はゲロ熱いんだよ、マジで。ほい、いや、よかったですね。あ、でもこれ外したらちょっとなえるな。俺多分3外したことない。多分ね、5割ぐらいだと思う、周り見てると。おそらくこれを発展するはず。この辺でズドンかな。あれ、行かない。あ、やばい、行く、行くよね、行くよね、うん、さあ、誰ですか。あー、途中でシュワちゃん欲しい。あー、赤い、これはいいぞ。多分シュワちゃん来ると思う。シュワちゃん、シュワちゃん、あ、来た。あ、赤ね。ここはズドンよ、ズドンよ、ズドンよ。やばい、落ちない。やばい、サラピンか。あ、落ちた、落ちた。当たります、当たります、当たります。で、こっからさらに欲しいのがプッシュの。あー、この2回完璧。プッシュが欲しい、プッシュが欲しい。
おお、3回来たよ。プッシュくれ、プッシュくれ。今のとこ完璧だ。来た。あー、気に行かない。でも全然強い、全然強い。うわ、上に赤い。もう上がる。どうやさ、この顔。3は当たるんです。マジ超強い。69.69回転で当たりました。よしよし、3は当たるんです。マジで3は当たる。来たよー。あ、でもガンズが流れるからちょっと音ちっちゃくしようか。うん、このぐらいにしとこう。マックス。はい、うん、大丈夫、 OK。 やっちゃうわよ。あ、当たる。これはさせる。なんかもうさせる気がムンムンする。うんうん。大丈夫、お前、まあ、やっつけてやる。ああ、 I'll be back、 I'll be back。 緑はね、天杯煽り。こっからデデンデンデデンってもう一回転一回転も超楽しみ。あ、べ、これ言うかずに前、ダメだ。はいよ。まあただやっぱりこの演出の信頼度が高いから何も起きずに駆け抜けた可能性結構あるんでね。うん、なんかつまんない100回転だったなって時もある。うわー、かい。これは体勢いきます。赤ラッカー。そうだね、赤、赤じゃない。大丈夫。誰、シュワちゃん出してやろうかな。レインボー弾丸、最初からレインボー。それはねえわ。頑張れシュワちゃん、頑張れシュワちゃん、頑張れ。お前はやれる、お前はやれる。ああ、諦めちゃダメだ。まだいける、一声。あー、ない。楽しい楽しすぎるこの台、やばい。うん、もう半分切ったね。おお、さあこれ赤まで行け、赤まで行け。あ、緑か。赤行け。あー、緑か。まあ針はする、おっ、針はするんだけどちょっと弱いね。赤、おっし。あ、ちょっと飛んだ、ごめんこれはね、2割強ある。これを当てないと結構ダメだな。これはね、王道っちゃ王道。頼むぞ、頼むよ、お願い。あー、ジョン来てくれ、ジョン。負けらばちゃダメだ、ダメだ。あー、楽しいあ、3点、3点、来い。3点、ない。やばい、息が切れた頼む、世の中である。あ、ダメだ、俺は燃え尽きた。すごい、なんかかっこよく時短を駆け抜けようとしてるね。もう頭があの残放流の全開で見てる。で、終わるじゃない。で、これ前やってないけど、次この残放流の1回転目の変動が始まるまでこう結構空いてるから、そうぶっ放して1回転が始まるここまでで入ったら戻せばいい。ただ全部で5回転いけるんで。さあここで全回転ただ異常に変動が長いっていうことはもう分かっちゃったから、うん、だから来る気しちゃうんだよね。あー、ダメか。いや、まずこいつは奇跡の台だわ。
だってここ数年で心底面白いと思ったのってせいやディスクアップ T2 以上ぐらいあるのかね。でこの愛がこの動画を通じてお店の人に伝わって全国の磁場が上がることが望みです。でもちょうどこの動画が出る1ヶ月前とかどうなんだろうね、タイミング的に分からんんだけどスペック違いが出るんだよ、アマかなんかで設定付きかな、うん、多分そっちは何も期待しないよく生み出した、よう思いついてここまで極端な台を、俺の心臓には刺さりました、ズバ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 、平和の人なんでこんな騒ぐかっていうのは打てば分かる。だからまあちょっとスロットがまあ今しんどい時期だから、あーちょっとなんかね面白い台はあるけどちょっと飽きてきたなーと思った新たにターミネーター2ぜひ。そっか、時短100がカウントされたおかげでもう240回転ぐらいにいるのか。ごめん、流れるように俺追い禁止だわさっき、ごめん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 、台に集中しすぎてた今、これで俺は7000円目かな、うん、すごい持ち玉飲まれて現金投資してるのに楽しいもん俺、これどこでね、こんなくだらねくしゃべってるよりもトリプルハイパーアタックする方が大事だから、そんなくだらねしゃべりをしてストロークが乱れてはいけない、1回転でも多くね早く、それがパチンコ番組、そうなんだよ、大の話題をしたいんだよね、なんか人のところ、人様のところで企業案件やってるレベルで大の話しかしないもん、うん、なんだなんだ、おっとこれ強いよ、ポゼロだけど、これは熱いです、さあどうなる、どうなるよ、かっこいいんだよね、なんか ストリートファイター4みたいで、うん、多分これもネクストいく、あーリーチいっちゃうの、赤いいね、ネクストネクスト大丈夫でしょ、赤きたネクスト、 OK、どうなる、おお、これは熱そうだな、おい赤いっちゃ赤いっちゃ赤いっちゃ、あー緑か、3点よいしょ、これ決まったろ、332回転大丈夫でしょ、これ大丈夫でしょ、ああ、翔ちゃんですね、はいはい、意外とこのリーチで当たること少ないんだよね、キーンあいつ伝わったね、あグングングン、ほら地味地味でしょ、地味でしょ、グンはね7割ぐらいかな、あんな一瞬だよ、しかもキーンさよモリモリすぎるわ、もう外した方が笑うわ、ドーン当たるんですよ、愛があるじゃ内部的には199で抽選してくれるんですよ、次は誘う、次は誘う3点の厚さだけをやたらアピールする回、そろそろかな、このラウンドで終わりだね、 OK 行くよ、次は当てる、お尻、お尻出そう、お尻をピャーって出そう、もうデコからも鼻からも耳からも口からも、21世紀少年であの毒吸った人レベルの汁の吐き方、夜もせずに生きてるか
ことをせめだと呼ぶのなら手に過ぎた昨日に涙する暇はない得たのは滅びる世界決めるのは今できることかもしかできないこと突然無言になるんでダメかさあ全回転かけましょう、うん、ここはちょっと悲しい1変動目が始まるまで相手1個入ったら OK早いよ止まるの早いこれに書いてあるだろ次3回目あーうん次4回転次4回転ダメかであともう1回あると思う今ねじ込んだ分があるこれで当たったらねじ込みどこだからねはい終わり早いなとにかく今リーチをかけてゴールデンタイムを出す俺ターミネーター危ない人に認識された出ないね、まあ、赤暑いからね最初からさ赤スタートとかは見たことないけどないよね成り上がるかレッドオア台だよねあとなんか説明書を見た時にレッドオア台が金捕虜になってるやつを見たのよ多分あれ出た時点でゴールドかかると思うけどね、うんなんかさリーチとかをさやっぱ今この台もそうだけど長くしなきゃいけないじゃない傾斜を抑えるためにその話をまたおめえすごいようだけど吉田さんと話したのまあ今ちょっとリーチ長いですからねみたいな話したらああでもまあ気にならんか俺なんてっておーっと今ゴールドを渡せいや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 これ外したらたまらたまらドーン嘘でしょ外すのあんのおれたなぁいや俺今金閣だと思ったああマジねあの汁がブワーって出たのがシューってなった参ったそうなのいやだってあんだけ説明書にさレッド話題書いててさゴールド話題も書いてないわけじゃんでまあ表示があるからあるんだろうなとは分かるけどさそこでもここで逆らせるってさすがだなド M 的にはビンビンしちゃうよねいかん段差は空だもう補充しろトリプルハイパーユケジボーナス2枚目でもなんか今ごめんなんかシュワちゃんとジャックバウアーが混じったわ前向きなところまだだって2枚目だからね全然発生して帰ってくるわあこれは熱いこれは熱いですこれは熱いですいきなりこれねぶん投げますこれぶん投げますしかも点数アップしますはい点数アップの19ですいくでここから投げますで連打に入りますさあ連打しましょう青さあどこまで行くあこれネクストで勝ったねさらに転送率が上がるさあどこまで上がるよいしょよしギジさん勝ったギジさん勝ったおお赤い池でブーまでいっちゃえ84いや擬人をしてアストラビスタで熱いねよしまあ84までと変えていくかな
うん、赤保留&全裸頼むぞマジで。ああここか。さあここからチャンスアップを登る形で。よしいいよ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 。ああ赤じゃない。まあでもいいや。ボタンが大事なんだよボタン。惜しいよ。金。これは当たってほしいね。あ、フェイト赤じゃない。頼む。よし。269。よう当たるね。よし。3年目の正直行こう。楽しみですな。はい、行くぞ。でまずは、ガンズ対策からだね。ゲッツ。はい、行こう。ちょっと掘る足りで。頼むよ、刺したいんだよ俺は。させる気はムンムンしなくてね。だこんなに平均的でちょっと引きずらないと、もうだいぶ手前。おあ、なんか7アオール来てる。いやマジでなんか今7がうわーって来てる。何今の。いや俺初めて見た。わー弱い。いやまだまだ見たことないエースいっぱいあるんだな。あ一発目赤だ。ドン。ほい。頼む。ドーン。ない。開けがまちダメだ。ない。いや今の煽りは初めて見たな。あと10回転。大丈夫、今まで90回転内で刺したこと何度もある。いやーダメかー。でもまだ全回転チャンスがある。ちゃんと一発しっかりねじ込んで OK。 これ1回転目ね。2ずっと回れ。あ、3ずっと回れ、ずっと回れ。うわ早いよ。で4。あーラスト。あーダメか、残念。ていうか俺もさ、任天堂スイッチ個人的に買おうかなと思って。スイッチサブチャンで出したさスマブラがやっぱ自分で見ても下手すぎるのよ。頑張って、まあそれか移動中とかでちょっと ゲームしたいんだよね。でなんか息子にさ、俺もスイッチ買おうかなって思ってんだよねって言ったら、あスイッチ2個あったらマリオパーティー超いっぱいでできるじゃんって言われた。あ、そういう発想みたいな。友達呼んでみんなでできるって。確かに、まあそれも確かに2台あると8人ぐらいでできるんだよ多分ね。マリオパーティーとかね、金とかかけ始めるとマジ殴り合いになるよ。うん、桃鉄で多分殴り合いしたことあるやついっぱいいると思うんだよ。桃鉄は戦いだねあれ。ああやっとなんか雑談らしい雑談が始まったね。この終わりかけの時間になって。だから桃鉄で俺昔ねキングボンビーのなすれつき合いみたいになったの。確かハワイ近辺で、ハワイ近辺って一本道なわけよ。自分が行けないところに閉じ込められるともう触れないんだサイコロ。でそこで俺はキングボンビーを持ったやつのところにうんこ置いたのよ。でうんこ置いた後にヘリコプターで逃げたの。
でそいつもハワイからキングボンビをちょっとも逃げられないわけよ。サイコロ振らねえから。確かにね、それやった瞬間にね、ゲーム機投げられた気がする。確か桃鉄はね、ガチでやるとやばいね、喧嘩になるね。うん、まあ面白いんだけどね面白い、一晩中にできる。100年とかでやると後半のスリの現地が1回でする金額が半端ないって何十億すられましたみたいになるじゃん。どうやったらするみたいな、現金を、現金何十億持ち上げてる。しかもそれを一瞬でする銀次さあ持ち玉がなくなってしまったので、ここからまた追い金でございます。これで12,000円。そう、まだ12,000円。あ、な、言うて当たり3回取ってるからね。ただまあ引き戻し率 25% だから、まあまあ確率だけだったら4回に1回なんだよね、冷静で見れば。あら、このタイミングが先ほど珍しいね。お、来たね。未来切り開けゼロリーナーファイ、倒れ、よいしょ、これで決めちゃおうか、赤台。あー、しばちゃん、しばちゃん、俺はしばちゃんが一番当たる。あー、サラちゃん、お、お、レイボー、お、レイボー、レイボーいたー、レイボーいた突然すぎる、突然すぎる、ドーン。何やっても当たるね。290、291か。で、こんな感じで当たるんだよね、スカッとパコッと。さあ、島の確率を私収束させちゃうわよ。こんなんで当たんだよ、マジで。さあ、4度目の正直。あ、やべ、対策対策。よし、素晴らしい、こっから俺の時間だ。行くぞ、また違う曲で行こう。行くぞ、いいぞ、やる気保留。ウォー、トゥー、これはいくでしょ。ワン、ゼロ、おいしょ、まあ、リーチはいく。4、大丈夫、当てないです。これが11回転、全然いける。動画でこいつ一回も倒してないからね。そろそろ行こう、行けるはずだ。もう頑張っとく、行こう。うん、そうだね、ここにの責任が重すぎるよね、この台。さあ残り10、初めてターミネーターを打った時にはここできた、残り5回転できた。いきなりシュワちゃんホール来て、まだシュワちゃんホールの厚さも分かってなかった。あー、ダメかい。全回転、全回転、全回転、全回転。はい、次2回転。早い。これで3。次4、
お？あれ生クレ？おー来た！前と取れ高同じや。まあ前回2人ともむせた、まあ、前回よりも構えられたね。長い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 です。そう、ここもうなんだ、うまく喋れない。相当薄いとこすごい刺してるな俺ね。こっからまたおかわりできる気がする。あー素晴らしい。これの3回目にトイレ行こうぜ。見せれた。前回転見せるって言ったけど見せた。でもやっぱりへそじゃない。だから前回以上にリアクションした気がする今。そうですよ。残法領に必ず何か妖怪がいますよね。妖怪いますよね。でこれ一回7も沈むんだよね。何度も全回転引いて気づいたの。ダンダダン。次はこれをサムネにしよう。画角ぴったり、画角ぴったりですか。はいはい、OK。雑談いらない、当てない、当てない。あれ初回これできるのかな。あーできない、トリプルハイパーボーナスになっちゃった。ザンホーリオンのとこだしこれできないんだよ。でもいいです、弾いっぱいだよこれ。うん、おおプラス気持ちよすぎる。素晴らしい、ありがとう。呼ぶのなら過ぎた昨日に涙する暇はない、知り得たのは滅びる世界、似てるのは今できることかも今しかできないこと。感謝するがよい。これかっこいいんでね、ババババババッって。しびれる。あと2回。まあ、ここはどうせカットされるから食べることあんまない。おう、ありがとうございます。もうこんな大きくしちゃってよいしょ。よいしょ。余計なリアクション。いや友近に失礼、友近さんに失礼。そう、1回目がシュワちゃんで、2回目がサラの声で、3回目がジョンの声なんです。トリビアね、刺したことしかない、刺したことある人しか知らないやつ。これかっこいいな。で残り1回です。トイレタイムです。これはへそで当たっても関係ねえからマジで。で空気読めないとここでブーンって飛んでる。おい、オッケー。101回転か、高速になった瞬間だったな。はい、毎度
よし、おかわりしましょうか。行きましょう。当たる気しかしねえ。やばい。お、シワちゃん煽りってあんまないからな。ダメか。おっと、ブブブ。これもね、まあ、煽りが続けばいいんだけどね。お、来たよ。これは成功すればいい。煽りが。ダメか。お、お、もう一回。あー、行ったかもしれない。来たね。あー、かい。これすごい、あ、やべ、すごい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 。これすげえ当たるぞ。行こう。これは結構ショック。赤はねすげえあるんだよ、信頼度。あ、残り10。また全回転ですか。こいつらね、こいつらこいつら闘魂、闘魂4保留。さあ、ちゃんと5個目も入れましょう。あぶ、あぶね。え、嘘。初めて見たのに、初めて見たのに、びっくりした。今全回転以外あるんだって思った瞬間だった今。わあ、びっくりした今。焦った。あと俺リアクション取れなかった今。あー早いな。終わりか。終わった。勝ったね。楽しかった。楽しいうちに帰ろう。これ以上行くと多分すごい中途半端なところですごいざわざわして帰ることになる、うん、じゃあちょっと分かりにくいから収支報告だけ先でしちゃいましょうか。はい、投資がですね、16なのでたまにすると4000発かな。で、交換が、6010発なので、2010発プラスで、まあ、一応スロー番組だからスロー枚数に換算すると400枚でよくね、うん、約400枚プラスということで楽しかった、まあ、ちょい勝ちだけどね楽しかった、まあ、あとはエンディングでいきましょう。はい、おすぎです。まあ、そのネタおかわりするあれもないよね。今終わったので今日縁がないどころか行く気すらなかった近く来ました。これ残り1300抱えてる状態でこれだね。でね、窓2の方が出てるかなって一瞬思ったんだけどこことかすごい出てるから、うん、で反対もカードすごい出てるでしょ。でこっちに行くと両角出てるんだよ。通路側のこっちの角とこっちの角もそうだし。で、あ、そう、これ見た感じだと通路が強いのかなと思ったら窓かも結構出てんだよね。そう、こっち角ら辺だし、そう、そうだね、固まってるね。でこの辺どんどんどんってなってて積んで積んで、死んで積んで、この辺ガバガバガバってで、なんか3台ぐらい固まってるよね。ほいでこっちの島も同じで、まあ、角ちょっと積んでるけどこの辺なのよね、固まってるやつ。そうで、ちょっと進むとまたボコッと1個釣れたかなと思うとまたこの辺でドカドカって釣れたりとか、逆さえ見てもポンポン。そう、今日アニメ系が強そうっていうので、ラブキューレが、まあ、上にドスちょ、そう、3台ぐらい固まってる。で反対見るとやっぱギアスなんだよね。でも、ね、ここ最近ポコもあんまりギアス出てなかったから、あ、なんか俺いつもギアス超出るイメージあったの。うん、なんか最近あんまギアスじゃないなと思ったけど今日ギアスは出てるね。でこっちのマジハラとかもね角積んでるし、そう、
そでやっぱ、おそらく新しいメイン機種になるだろう、リゼロだね。リゼロは出玉っていうよりはその RB のところの回数だよね。こいつ10、これ10回ついてるし、そうだね、まあ、この夕方の時点で8回とか10、ね、6回、まあ、5回、6回で、まあまあまあ、ぼちぼち真ん中あたりって感じかな。でほら9回とかついてるとやっぱ相当怪しいし、うん、リゼロはベース高い。まあ多分育ってるよね、リゼロは。うん、そんでこっちのちょこっと離れたリゼロも、出ておりますと。これ7回だね、うん、これ でかいね。だ乙女とかもそうなんだよね。そう、何気に、まあ、分かりやすく萌え系が強いのっていうぐらい、うん、萌えアニメ系むずいね。でも面白かったから、ちょっとエンディングいきましょう。はい、勝ったのバカ野郎。はい、お疲れ様でした。終始の報告はさっき台の前でしたので省くんですけど、ちょい勝ちだったけど、ターミネーターだからめちゃめちゃ面白かったです。まあちょっとあまりにも続くと、せいやとかディスクの時みたいにうぜえよって言われるから、しばらくは動画で T2 は打たないとは思うけど、本当に奇跡の台なので、ぜひ打ってみてください。で、これを見てくれたお店の人たちは T2 を大事にしてくれ、本当に本当に。いやでも T2 本当にいい台だから、お願いします。はい、ということで124話の妖怪はもうこちら決まりですね。もう残放流、もう前回とね同じ絵になるとは思わんかったね。そういう台じゃないと思うんだけどまともにつも引いてないからね、時短中には。本当はもうちょっと時短中にいろいろやってここでギャンって当たる台なので、あんまりあれが普通だとは思わないけど、気をつけてね。あれ5回転回せるからね。4つあったうちの1個目の消化が始まった時まで、まあ、閉まっちゃう時もあるんだけど、大体空いてるから狙ってぶち込めば、5回回せる。その5回で当たれば価値3倍なんで、はい、ちょっと大事に右を打ってください。次回125話はちゃんと、スロットを打ちます。でまだチャンネル登録がお済みでない方はここにチャンネル登録ボタンがあります。でそのすぐ横にベルのマークしてる通知ボタンあるので、通知ボタンを押してもらうと、まあ、パソコンだったらもう出てるのかな、スマホだったらポコーンと、なんだろう、プッシュ通知っていうのかな、出てくるので、出たらすぐ見れますということで、よろしくお願いします。はい、じゃあまた次回も妖怪道中級ご視聴のほどよろしくお願いします。さよなら。デデンデンデデンツ、デデンデンデデンツ。